皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲコちゃんです。前回全員大って動画出したと思うんですけども、見てください、右3人、下半身ミイラ男なんですよね。これは大じゃないよ、これはミイラ男だよ実質。なので、今回はね、大の下腹部を狙って、ゴリゴリと、福引き引いていきたいと思います。明日なんだよね、ハドラー戦。明日の15時なのか、12月3日だよ確かね。だからそれまでにはちょっと用意しておきたいなと。だからアバンストラッシュとアバンストラッシュとアバンストラッシュとアバンストラッシュ、これ使いたいなと。で、助っ人も多分大じゃん。助っ人来ないか、あれ助っ人来ないか、うん、来ないかもしれないね。うん、なので、まあアバンストラッシュを4発こうぶっ込んでいきたいギコちゃんですから、完璧なアバンストラッシュにしたいに決まってるので、引いていきたいと思います。大の下半身ね、よろしくね。でついでにパプニカのナイフも、まあ凸ができるってことで、まあ攻撃力自体もね、ちょこちょこと上がっていけるんじゃないかなというところで。あ、10連目これ、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待っていきなり、あ、いきなり爆死か、しょうがないね。うん、まあボリューム2のやつ今スタンプ引いてるんですけども、また1に戻るじゃないですか。で、また2も全部引き切れるかな。え、ごめんちゃん来た、熱いんじゃないこれ。来た、ダイの下。おお、来た、いきなり来た、マジありがとうございます。早速装備させていただきたい。装備、下半身、ダイ、これ大事、ダイだけにね、これでいいよ。おお、いいじゃん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 。なんで3人目にしたのかよくわかんないけど、まあいいや。じゃあ引いていきましょう。続きまして、カッチンだ。バンと。よいしょ。ここでも、下狙っちゃうよ。だから、パプニカのナイフ確定のところよりも、え？ある？あー、来ない。ピックアップ確定のところが一番嬉しいかもしれない、チャンギコとしては。王宮魔術師帽来たな。呪われし魔術師帽。もう今あんまいらないからな、これ。よろしく。これはパプニカのナイフ確定なんだけども、大概爆死する。この10連は。え？嘘？え、すごい！ 2 本ってことじゃん、これ、要するに。ちょっと待って。すごいパプニカってるね、今回。でも欲しいのは、ズボンなんだよね。ごめんちゃん来て。あー、来ない！ピカってるけど来ない。でも来て！あー、上かー！なんか惜しいな。まあでもまあ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 、突できるからいいとしよう。うん。お願いします。あー、ペカらない、ペカ。あー、でも流星群来て。コメちゃんは、来た来たー、ある、下ちょうだい、下下下、完璧。ちょっと待って、ちょっと待って、あと1個だよ。何、怖い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 。何起きてんのこれ。めちゃくちゃ怖いんですけど。恐怖を感じてる今。ヤバタニエン。嬉しい、これは。単純に嬉しい。あ、やばい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 。あと一人じゃん、ミイラ男。これはコンプ勢だよ、完全に。しかもパプニカのナイフももうさっき2本出てるから、トツ1が2個作れるってことだもんね、最低でも。いや、完璧じゃないですか。ペカってるペカってる。で、あー、いい！で、ごめんちゃん。わ、来ない。来ないか。いいよ、一箱でも全然いいよ。あと下だけだからな。光のタクトはいらないね。うん、懐かしいね、光のタクト。お願い。いやー、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。ゴメちゃんは、ゴメちゃんは来ない。ゴメちゃんは、ってことは詐欺。詐欺じゃない！こうなったらもうどこでも OK よ。頭でもいい。雷神であればいらないよ、もう。プラス25、2本あるわ。うん、当たり前のように。さあ、お願いします。50連目。突入。はい！ん？なんか重い。あ！最初から虹あるじゃん。ちょっと待って、これすごい。おー、ゴメちゃんも来てる！オッケー、2箱。さあ、どっちがどこだ？パプニーカーだったね。まあでもこれもまあ、3本目が突一できるって考えたら、魔王ハドラー戦、完璧なアバンストラッシュ、ぶちかませるんじゃないでしょうか。キュピーン。これは無理だ。これ、ゴメちゃんじゃん、また！なんで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 ？なんでそんなに大サービスしてんの、俺ね。あ、上か！上か！下が欲しいんだよな、チャンギコ。あ、やってんな、これは。やった、やった。これやった。やったのマークのやったとしたわ。
オッケー、前久しぶりの爆死じゃないですか。このピックアップ確定で押さえておきたいところお願いします。コメちゃん、コメちゃん、コメちゃんは来ない、コメちゃんは来ない。オッケー、2箱台の下ちょうだい。うわー、バトルシードとグレートアックスはいらない、いらなし、めちゃめちゃいらなし。ペカレ、いやー待って、ペカレない。うわー最悪、これ何も変わらないパルパティンだわ。あー変わったけど、まあいいや、爆死みたいなもんでしょ。さあピックアップ確定、ここで下ちょうだい、下下狙って頭来るの、未来が見えるな、来るの未来が見えたね今コメちゃんありがとう。コメちゃんは来るよね、ピキー言うて。一箱頼む、下完璧。え、ちょっと待って、出てしまいましたね皆さん、やばい、明日はもう完全にハドラー戦ですよ。え、よくわかんないけど、完全ならハドラー戦お見せできますよこれは。いや素晴らしい、意味わかんないよこれ4人の台意味不明すぎるよ。うわいいね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 、いいよ、嬉しい、これマックスにしとこう全部ね。えさすがの大優、なんでパプリカのナイフでねハドラー戦ったのかわかんないけども、うん、ハドラー体制つきますからこれ。しかもアバンストラッシュもこれ強化されるよね、下半身のやつで。アバン、なんだっけ、アバン流盗殺砲か、ダメージプラス 5%、 いや良いじゃないですか、めちゃめちゃ良いじゃないですか。まあ、バトマス仕様かこれでもね。まあでもしょうがない、一人は魔法戦士入れて、だからデインか、デインを下げる、デインになるよね竜の紋章使ったらね、確か。オッケーじゃん、オッケーじゃん、すげえオッケーじゃん、おおいいじゃん、しかも突1ずつできるって考えたらオッケー。はい、そんなわけで、今回ね、完璧だと思いますよこれ。いやすごいすごい、マジで本当にエッチな展開になった。ごめんなさい、一回だけ、じゃあ最後に限界突破させてくれ、これで明日臨みたいと俺は思う。これね、スキル斬撃上がってくね、よいしょと。突1ずつするよりも突4を作った方がいいか、あ突3か、これだったらこっち作った方が良さそうだな。うん、まあこれにしとこう。じゃあこれを突しといて、で突3にして、うん、これも、ね、結局 15% 持ってるから、まあ2人目の台もすごい強いだろうってところで、強化して、うん、終わろうと思ったんだけどこれでいいや、ここだけはやらせてくれ。いやいい攻撃力になったよパプニカのナイフ見た目超弱そうだけどね。うん、はい、まあそんなわけで今回はね、魔王ハドラー戦に向けて大装備の、ズボンを狙ったんですけども、なんと綺麗にいってました、ありがとうございます。明日のハドラー戦がめっちゃ楽しみというわけで、皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。以上ギコちゃんでした、また見てね、バイバイ。